こんばんは。こんばんは、ヤーレンズのデイです。YouTube 生配信ということでございまして。コメントできるのかな？うん、できるね。前回バタバタしたんで多分学んでると思いますけどもね。あ、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、ヤーレンズのデイです。これと言ってないんですけども、別に前回生配信をした時のアーカイブがね、手違いで消えまして、あ、こんばんは、ヤーレンズのデイです。なんかなかったことになってるんですけど、まあ別にそれはいいんですけども、なんかちょくちょくやっていこうと思ってたんですけども、いかんせんデブ症なもんでね、なんか無理やりでもやった方がいいかなということで、あ、こんばんは、よろしくお願いいたします。皆さんどうなんでしょうか。お仕事とかね、学校とかは引き続きあるんでしょうか。わかりませんけども、そう、習慣づけるためにちょっと無理やりでもやろうかなと思ったんですけども、というのもね、今日は本当に今日これといって何もしてないなと思って、なんかブリジャードンケっていうね、ネットフリックスを見てたらこんな時間になったんですけど、ちょっと罪悪感に苛まれまして、それでこれをやってる次第であります。あら、こんばんは。これといってね、うわ、今日も扇仕掛け部屋が決まってますね。いつかもうちょっと扇仕掛けにしたいですね、できればね。こうふわっという感じでね、最初瀬川栄子さんかなと思ったんですけど、扇仕掛けさんですね。扇仕掛けヘアが今日も決まってるということでございまして、もう YouTube の方にね、新しく動画がアップロードされたんですけど、見てくれたんでしょうか。ミフクエンターテインメントとね、ことをこう掘り下げてるやつがあるんですけど、ちょっと何分ね、外出しなくても配信のためにヘアセットされるんですか。あ、外出はしてました、すいません。まあ大した外出じゃないんですけど、不要不急ではない外出ですけど、はい、夜ね、特に何もなかったということで、家にいる時は全然セットとかしないですけどね。あ、300円、松井さんありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます、助かります。扇仕掛けヘアのね、ヘアセット代に なりますのでよろしくお願いします。扇仕掛けヘアのヘアセット動画とかあげようかな。間違えて2回も送っちゃいました。あ、すいません。あ、全然間違えてください、今後ともよろしくお願いします。なんで2回に分けたね。もう全然2回でも3回でも大丈夫です。拍手ということでありがとうございますね。髪型完璧だな、セット動画気になります。結構まあだから女性の皆さんもね、多分扇仕掛けになりたい人結構いると思うんで、僕がもうちょっとこう完成されたら、あ、お見せしたいなと思います。僕もまだ仕掛けの途中なんで、まだまだ自分なりのかなり綺麗にセットされてるなといつも思ってるので、ぜひ動画見たいです。そうなんだ、セットしない状態を見てるです。サムネになっていたやつは何ですか。
これ YouTube 生配信ってサムネの写真急に撮られるんですよ。なんかアップスタートみたいな感じになったら321パンみたいなのあるんで、これは使ってるリップバームで目線を隠しました とっさに 何なんでしょうか、それに関しては。そうですね、地下芸にするには、じゃあ今度はあげますね、扇地下芸への道という。でも僕の中でまだ地下芸は完成してないというか、もっとこう保守的な前髪がね、出来上がる上げるためには、もっと地下芸になりたい、もっとより高みを目指したい、もっと保守的な前髪にしたいっていう気持ちは強くありますよね。こんばんは。この保守的っていうのは、扇千景さんが保守党っていう党の党首だったことから、こういう言葉を使ってます。覚えてませんかね、扇千景さんといえば、我々の世代なんかはね、保守党っていう党の、あ、こんばんは、よろしくお願いいたします。ヤーレンズのデイです。保守党っていう党首で、ナース服を着てね、保守ピタルと言って、でっかい注射器を持って、更新する CM があったんですけどもね。あれの記憶は大きいですよね、皆さんの中でも。なかなか政党の CM ってね、そういう感じないじゃないですか。なんとかな生活を作るみたいな感じのやつはありますけど、やっぱ保守ピタルっていうところで、さすが千景先生だなっていう。で、僕の前髪もどんどんこう保守的にしていきたいなと思ってるんで、ちょっと仕上がったらね、いつか。話に関係ないけど、すごいおでこ綺麗ですね。ああ、僕のですか？扇千景先生のですか？僕のだったらありがとうございます。扇千景先生のだったら、まあ当然と。もともと宝塚ですからね、扇千景先生は。前髪下ろしてるのも好きです。あ、僕がですか？扇千景先生がですか？どっちかにはよりますけど、扇千景先生が前髪下ろしてるのは僕ちょっとあんまり見たことないんで、僕は好きかどうかちょっと判断しかねるんですけど、ちょっとねその辺は分からないですけど、旦那様がね、昨年亡くなられましたけども、おでこめちゃくちゃ出てるので髪型的に保守的ではない気がしますけど、それは僕の髪型ですか、それとも扇千景先生の髪型ですか。僕のだとしたら、そうですね、保守的、まあそのなんていうんですかね、前髪を守る、風とかから守るっていう意味ですかね、という意味での保守的というか、ツッコミ不在配信というと、それは僕の配信ですか、それとも扇千景先生の配信でしょうか、ちょっと分かりませんけど、おでこな、今日はアヒルが見えませんね。あ、アヒルはいますよ、ここにね、はい、お前は髪が生えてなくてかわいそうだな、扇千景にできないんだ。そういうことでね、そうですね、それはその動画は近々上げたいと思います。千景になるまでっていう、近々地下芸配信します。まあ地下芸アップロードしたいと思います。女性の方だったら参考にならないけど、でもメンズでやりたい人はいるだろうからね。UQ モバイルの新 CM の松坂慶子さんの髪型がなかなかに扇千景さんでした。あ、これは貴重な千景情報ありがとうございます。ちょっとチェックしてみます。
松坂慶子さんも綺麗ですからね。いいですよね。僕なんかだとやっぱり大河ドラマ、あ、1000円ありがとうございます。スーパーチャットいただきましてありがとうございます。あれなんだったっけな、毛利元就だったかなかなんかでね、松坂慶子さんがちょっとお姉様役で出てたんですけどね、女は顔じゃっていうね名言がよく飛び出すドラマだったんですけど、あの時も綺麗だったな。あと寅さんね、男はつらいよの時の松坂慶子さんめちゃくちゃ綺麗ですよね。愛のじゃねえな、なんとかのなあ、タイトル忘れちゃったな。そうなんです、なんかだからできれば結構ね、愛の水中歌代表曲ですよね。結構ね、ヘアセット見えんのかな、これがこの地下芸用のやつですね。これとかあとこれとかね、地下芸のセットには結構欠かせないものが、これらを使ってどのように地下芸になるのかっていう、こう多分皆さん興味あると思うんで上げたいと思いますね。ノート拝見しました。ベストノートの記事まだ読めてないです。あ、そうなんですね、ありがとうございます。ノートぜひぜひ読んでください。ガチガチなんですか。あ、これね意外とガチガチではないんですよ、割とふわっとしてます。ガチガチでもいいんですけどね。ファンならっていうんですよ、僕のファンなのかその扇千景さんのファンなのかっていう問題、どっちにも刺さればいいですね。やっぱ宝塚時代からのファンとかもいらっしゃるかもしれないし、もしくは保守党時代からのファンっていう方もいらっしゃるかもしれないし、コニカミノルタでしたっけの CM の時のファンの方もいらっしゃるかもしれないし、昨年亡くなりましたけどね、旦那様がガチガチガゲ地下ゲではないんですよね、前髪がね、地下ゲではないんですけど、はい、坂田藤十郎さんでしてね、旦那さんが晩年の坂田藤十郎さんの写真が錦鯉の高橋さんにそっくりですので、これよかったら見てください。なんかこう引きで見たらだいたい同じ感じというか、だからこう結構昔の男前なんでしょうね、高橋さんの顔ってね、いいですよね。で僕が扇千景ですから、これも東京のお笑い界もうでも錦鯉さんも売れてるか。そうだから寂しいんですよ、なんかこうやっぱり最近もね結構ピロが家にいないことが多くて、Q のピロってやつと一緒に住んでるんですけど、ピロも割とね M1 で評価高かったですから、 Q も割と家を空けてこう多分収録とかね行くこと多くて、錦鯉さんも売れちゃったでしょ、なんか事務所で言うとトム・ブラウンももう何年か前に売れて、今ピロさんどうしてるんですか、知らないです、家にいるんじゃないですか、知らないですけどうちの家は全然干渉しないんで、全く家にいようがいまいが。ピロさん結構収録で素敵なツイートされてますよね。そうなんだよな、あいつああ見えて多分その
ちょっとウキウキ してると思いますよ最近。ものすごいトーンが低いからあんまみんな感じないかもしれないけど、結構ウキウキしてるんじゃないですか仕事面でね。いいな。もうだからここですよね本当に。今どんだけたちもちょこっとテレビで見ますね。あー会期かな。こんばんは、ヤレンズのデイです。そうですね、どんぐりたけしもよく出てますよね。だから本当にここが踏ん張り時というか、まあでも今年のヤーレンズは漫才期なんで、はい、もう脇目も振らずね。ああそうです、漫才の鬼と書いて漫才期。ヤーレンズで出たい番組ありますか。もうそれは M1 決勝ですけどね。 M1 決勝でしょ。 M1 決勝と後半ヤーレンズの時代。ネタパレとか呼ばれないんですかね。ネタパレね、確かにそういうネタ番組ってちょっとは呼ばれないんですかみたいな言われるんですけど、呼ばれないですね。ネタパレとかに関してもオーディションを昔行ったんですけどね。なんかでもすごい思わせぶりなことを言われて呼ばれなかったですね結局。あとチャップリンのスタッフさんはもう俺らのこと忘れちゃったのかな。なんかジグザグジギーとかを今年呼ばなくてごめんね枠みたいなんで呼んだりするんですけど、いやもう何年も呼んでないけどね俺らと。なんかしゃもじさんとかすげえ呼ばれますけど。ゲラ聞いてます、ありがとうございます。ゲラもぜひ聞いてください。応援ボタンね一回ぐらい押してくれると助かります。予防メール送ってきます。ぜひぜひ。まあでも地道にやっていきますよそらもうね。でもなんか昔みたいにあんまりあれですね、そのなんかこううわあいつも出てるこいつも出てるとかあんまり押しまくってます。ありがとうございます、応援ボタンですね。なんかそんなにもうなんか自分たちが出れない理由もなんとなくわかるし、うん、そんなに不満たらたらってわけでもないんですけど。出たい番組ね、何出たいかな。まあ、やっぱりポツンと一軒家とかは出たいですよね。ヤーレンズさんラジオやってほしいです。ラジオねやりたいね、やりたいけど、やりたいな。ポツンと一軒家でね、やっぱ林先生の横とか座りたいですよね。アメトークプロレス、僕そんなにプロレス詳しくないですけどね、人並みです本当に。扇地下芸人だったら出たいな。その場合地下芸人なのか扇地下芸人なのかの差がちょっと分かんなくなりますけどね。前髪扇地下芸人だったら出れるかな。扇地下芸人だったらなんか大喜利地下芸人とかのと間違えられそうだな。めっちゃ大喜利強い地下芸人みたいに思われたらどうしよう、フリップ持たされたら怖えな。やめましょう大喜利地下芸人を。大喜利地下芸もいますしね。あ、なんかライブかな大喜利地下芸。大喜利ね、うちのおばは大喜利かげりです。あ、ありがとうございます。今の誰に対するお礼だったんだろう。お綺麗ですねじゃあおばさんね。
出たい番組。そうそうそう、だからなんか本当に今年でなんかね、そのアメトーク、ひな壇メンツ誰だろう、扇地下芸人、扇地下芸人、まず僕ですね、僕がまあリーダー、僕はチャップリン見てヤーレンさん好きになりました、ありがとうございます、嬉しい。もう何年も前ですけどね、もう何年も前ですけどね、なんか一発当てたやつみたいになってるけど、一発も当ててないですからね。扇地下芸人だとまあ僕、瀬川栄子さん、あとはまあ小池百合子さん、あとはカズレーザー、元日本代表の北沢さん、それからクジャク、あとはバブル期にジュリアナ東京ですごい踊ってたなんとか師匠っていうジュリアナのダンスの方、あと扇地下さん、あとは誰かな、扇地下さん、あ、リーダーは僕です、リーダーは僕ですけど、扇地下さんは右上ですね、ひな壇の。これが私の扇地下部屋って、そうですね、あ、そう、荒木師匠、荒木師匠も OK ですね、あ、スパチャありがとうございます助かります。あと、いたかな、誰か。っていう感じですかね。おやすみなさい。ありがとうございます。で、蛍原さんいて、まあ夫人が結構、夫人、あ、デヴィ夫人もいいですね。デヴィ夫人も、はい。で、まあ、内容的にはコンビでモーニングルーティンの動画出してほしいです。モーニングルーティンめっちゃみんな気にするじゃん、ちょっと考えます、それは。だから多分ちょっと、まあ私にとって扇地下とはっていうのがまず最初で、扇地下部屋あるある、私流の扇地下部屋のセットの仕方、こんな扇地下は嫌だ、このまま4本ぐらいでまあ持つでしょ。で、まあ扇地下さんに私にとって、そう、まあまあまあそうね、でもそこはもう融通聞いてくれないと、なんで、まあちょっと夫人的にね、ちょっとなんかこう結構いろんな人がいるんで大変ですよね。なんでまあ蛍原さんの横に、有吉さん、フットボラーの後藤さん、麒麟の川島さん、そして千鳥さんがコンビっていうね、その夫人でなんとかしていただくしかないですけどもね、最強メンバーで扇地下はって守備が強すぎる、それでなんとかしましょう、それでなんとかしましょう、はい、やりたいな扇地下芸人。いや、まあそんなに扇地下芸人になって日が浅いんでまだなんとも言えないですけど、もうちょっと富士みたいだったらないいんだけど、弟がめっちゃ富士みたいなんだろう、なんで俺は違うんだろう。
豪華メンバーだけどまとまりはなさそう。まとまりはないだろうな。まあゆりこ先生がいるんで、まあまず密にはできないですよね。結構ソーシャルディスタンス取らないといけないし、アクリル板も立てなきゃいけないし。でもまあ僕がどれぐらいできるかわかんないですけど、でも瀬川栄子さんは割と天然ボケのパンチありますんで、でまあ北沢さんもね、現役時代やっぱスタミナでが売りだったんで、多分全然収録の集中力切らさず走り回ってくれると思いますし、でもカズさんいるしね、カズレーザーいるし、あだからそのキングカズとカズレーザー間違えるみたいなボケとかね、ずっとこうしてもらったりとか、こうなるとちょっと大木千景さんがどんな話するかあんま分かんないな。デヴィ夫人も絶対エピソード強いじゃないですか。あと1話クジャクがいるっていうのはちょっと読めないですよね。ユリコ忙しい、エピソード薄そう。確かにな、ユリコさんエピソードそんな強くないかもしれないですね。あと女帝小池百合子っていう本読んだんですけど、結構エピソード盛り癖があるんでね。あ都庁で撮影ね、それがいいかもしれないな。こんなに大げちかけの話する配信みたいな。でも荒木師匠と北沢さんでこうバブル期の話で盛り上がってもらったりとかね、デヴィ夫人も多分エピソードパンチあるし、まあ、小池百合子さんはね、でもやっぱり普通におじさまファン多いんで、やっぱりこう置いておきたいですよね。ちょっとエピソード盛り癖あるのと、まあ都の業務にこのご時世差し支えないかっていうところですね。メンバーの熟女率高いですね。そうですね。あと難点はやっぱり1話クジャクが混ざってるっていうところですよね。クジャクがこう女帝小池百合子読みましたよ、面白かったです、めっちゃおもろかった。クジャクをこう席につかせといて大丈夫なのかっていうね。あとこのバサっていうのをこうちゃんと開いてくれるのかとかいうのもありますよね。クジャクって動物のですよ。そうです、動物のクジャクです。クジャクが椅子に座っててくれるかっていう問題ありますね。あと扇千景さんがちょっと戦力的に未知数すぎますね。あと政治家枠でちょっと小池百合子さんと被ってはいるんで、スタッフさんにちゃんとオスのクジャクをお願いしないとですね。あ、そうです。あれ求愛行動ですもんね。クジャクもそうそう。ソーシャルディスタンス取りましょう。ちょっと構想練った段階ではちょっと申し訳ないんですけど、あ、クジャクはデヴィ夫人の衣装としていれば、あ、なるほどね。ちょっと今真剣に考えたところ、ちょっと結論出たんですけど。扇千景さんちょっとアウトで、構想外で、すいません、ちょっと僕にとっても正念場なんで、ここ人数も多いし、ちょっと扇千景なしでお願いします。扇千景さんは構想から外れました。未知数すぎるんで。何芸人でしたっけ？扇千景芸人です。辻元清美さんはほぼスポガリ芸人ですから、あれは違いますよ。それは蓮舫さんとかとやりますね。 V
VTR 出演ぐらいですね。そうですね、大木千景さんはね、まあ、ご高齢ですし、あんまり出歩くのも今ね、ご時世的に良くないですし、ちょっとそうですね、大木千景にはちょっと大木千景さんなしでやらせていただきます。ガチでプレゼン大会出るなら何しますか？それはまあ大木千景芸人と、もうガチな話するともう大木千景芸人一本ですね。お一扇、大木千景芸人一本っていうと千ですかね、千景がね、ちょっとややこしいですけど、いやまあガチな話するとやっぱそれはコーヒー芸人ですね。すいません、ふざけてました。それはコーヒーで行かせてください。本当になんか喫茶店大好き芸人みたいなやってましたよね。俺なんか悔しくてチラッとしか見れなかったんですけど、喫茶店大好き芸人と見たんですけど、チラッとね、内容薄すぎてビビりましたね。本当アメリカンコーヒーじゃないんだから、薄いわーと思って、もっとね、俺ならもっとエスプレッソなトークできるけどなと思いながら見てましたけど。ああ、平岡さん呼びましょう。平岡さんとまあ石井ちゃんかな、コマンダンテの石井大丈夫かな。さっきデイさんがインスタに載せたお店をインスタでさらに調べたらすぐコマンダンテ石井さん出てきました。どういうこと？内容濃すぎてついていけない視聴者いますからしょうがないですよね。いやまあでもそういう問題じゃないしね、ちょっとエスプレッソだな、エスプリが効きすぎてるなっていうぐらいがちょうどいいんじゃないですか。石井さんとデイさんは系統が少し違うので、芸人の話の時にスムーズに大木千景芸人、ダーリンハニーの長嶋さん出てました。まあでもコーヒーですからね、まあ、石井ちゃんカフェには詳しいでしょうけどね、コーヒーにはそんな詳しいイメージねえな。昔一緒に住んでましたけどね、そうそう、俺が入れたコーヒーにミルクたっぷり入れて飲んでたからな。あんまりその頃から更新されてないんで、まあでもあんだけカフェ行ってたらカフェは詳しいんじゃないですか。石井さんカフェ、デイさん喫茶店っていうイメージ、どうなんでしょう。でも3人じゃ心もとないな。ちょっとおとなしいしな、メンバーも。じゃあここに扇千景さん入れるか、コーヒー芸人の方に扇千景さん入れて、でまあ北沢さんとデヴィ夫人でいけるっしょ、この6人なら。大木千景さん、蛍原さんの何使ってもらいます。いやいや、大木千景さん守備で使わないです。麻生太郎もコーヒー好きですよね。大木千景さんには荷が重いかもしれない。そうですね、大木千景さんコーヒーのイメージもないしな。すいません、ちょっと今回もアウトで、コーヒー芸人にもアウトで、大木千景さんすいません。
ちょっとコーヒーの配信もしよう。コーヒーと扇千景さんの配信し、近々しますね。はい。いいコーヒー豆入ったらじゃあ配信します。千景ロスにはならないでしょ。ちょっと扇千景さんは何？差し入れでもらおうとしたらコーヒー豆とスカルプティどっちがいいですか。いやコーヒー豆だから。えなんかたまに勘違いしてる人いるけど俺ハゲてないから。なんかハゲてると思ってる人いる。もう圧倒的毛量。まあ別にここがどうとかは見せないけどハゲてないですから。ハゲてませんでしたっけ。いやハゲてないから俺、まあ、わざわざ見せないけどハゲてはないです。頭頂部ライブ始まります。いや頭頂部ライブ始まらない。もう頭頂部見せないって決めたんだ。私決めたんだ。簡単に頭頂部見せるような女じゃないんだ私。もうリアップの方が良かったですよね。むっちゃハゲてる人のやつやんそれ。ハゲてる人のやつというか発毛のやつやん。頭頂部と後頭部、いや見せないから。もう簡単に頭頂部見せるような男だと思わないでください。そんな軽い男じゃないから。扇千景さんは見せてくれますけど、扇千景さん生配信しないだろう。何の媒体でやるんだよ。コーヒー豆詳しくないので何を差し入れしていいか分かりません。差し入れですか。別にそんな全然お気遣いなくですけど、まあそうですね。あんまり確かにいらないコーヒー豆はいらないですからね。今差し入れできないですもんね。確かにそうなんですよね。本当にでも差し入れとかくださる方本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。助かります。なかなかね、まあ、受付に預けていただくとかそういう形になっちゃいますけどもね。ライブでされる方はね、うん、いや王ちゃんの頭頂部見ようと思ってそういうことするけどなかなかそのいやいや女子の谷間じゃないからその私の頭頂部いや、はいはい、生えてる生えてる大丈夫大丈夫じゃなくてその生えてるから本当にそれハゲてる人にやって。何もより頭頂部。8年前のコーヒー豆が未だに冷凍庫に入ってるんですか。どうすればいいですか。あー、8年前のコーヒー豆が未だに冷凍庫に入ってると。あー、そうですね。捨ててください。うん、結構たまにね、オールドビーンズとか言って、あの昔の豆の使うことありますけど、それは焙煎して8年じゃないんで、置いといて8年後に焙煎とか、そういうことはまあ多分あるかもしれませんけど、8年前、まあ冷凍庫とはいえ、まあ、捨ててください。あと生活をちょっと見直してください。冷蔵庫の中一回整理しましょう。冷蔵庫配信もしようかな。ちょっと意外とすぐ物って腐りますからね。確かにな。でもコーヒー豆保存するときはでも冷凍庫は正解ですよ。その方がいいと思います。デイさんこんばんは。今 K プロ配信が終わったので流れてきました。あ、 K プロ配信やってたんだ。 K プロってな、何やってんのかな。あ、浜田ちゃんのやつか。
いいですよね、Kプロさんも今年もお世話になります、本当に。8年前の頭頂部は未だに部屋にあるんですが、どうすればいいですか。8年前の頭頂部が未だに部屋にある、それはあなたの頭頂部では、8年前頭頂部だったってことは今も頭頂部ですよ。だからそれはあなたの頭頂部のことです。なんで、まあ僕から言えることは気を確かにっていうことですね。8年前の抜け毛がまだ家にあるんですけど、いりますか。そうですね、まあ8年前の抜け毛がまだあるってことは、まずまあ掃除しろっていうことですけど、まあ一つ言えるとしたら、まあ、一応くださいってことですね。薄毛バレたくない芸人出てません。あのオジオズボーンの高松さんとかのやつですよね。いやこれ薄毛ごまかすための扇千景ヘアじゃないんで、ちょっと一回やらなきゃいけないな、本当に。薄毛だと思ってる人がいるんだったらやりますね。薄毛心配芸人じゃないです、扇千景芸人です。いい加減にしろよ、本当に。いつまでもいつまでも心配しないでください。薄毛配信しないけどね。でも終わるわ、いつまでもいつまでも扇千景の話して、薄毛の話して、何この配信、ふざけやがって。ピロさんと冷蔵庫共有関係ねえだろ。ノーセットから地下毛になるまでが見たいです。だからやるっつってんだろ。250円、ありがとうございます。本当にすいません。ピリさん8年前から薄毛キャラなんですか。いや薄毛キャラじゃないです、ずっとボーボーキャラ。本当に全然ボーボー。びっくりした、扇千景さんが来たかと思った。じゃあそろそろ終わりますんで、皆さんもね、良い一日を明日も過ごしてください。寒いですね、それにしてもね。冒頭みたいな話しちゃいましたけど、頭頂部ファンさんもらえなくて残念でした。 いえ、もう二度とやりません。本当に皆さん、ありがとうございました。また扇千景さんの配信を行いますので、よろしくお願いいたします。明日もお仕事、学校などなど頑張ってください。ありがとうございました。